オです。イエイ。よろしくお願いします。はい。はい。水曜トークですけども、10月でしょ。うん。キングオブコントも終わりまして。終わりました。見ました。うん。まあ今日は水曜トークやからここまでちょっと遅なりましたけども、うん、まあキングオブコントを目指したミーとしてはどういう風に見るんだということですけど、まあ2024、まあ今までのキングオブコントってちょっと引き出というか、一歩ね、我々もここで戦ったことあるわなんていう見方やったけど、今回はここのステージに立てるかもしれないと思いながら、見たので予選で落ちたさあ、なんだあかんかったよっていう目線もあるからね。これ、うん、俺らのネタよりどんな面白かったネタが集まったんだというハードルがちょっといつもより上がった状況から、2024見ましたけども、いかがでしたか、木本さん。まあそっかと、俺らのやったネタここで勝負したら負けてたやろうなと思いました。ああそうですか、はい。なるほど、うん、なんかあんまりでももう一つやった感じもしましたけど、どうでした。何ですかそれは。なんか言ってませんでした、ちょっといつもより盛り上がりがみたいな。いやそれはそれは俺はまあ去年の方が、ドカンドカンが多かったなっていうイメージ。僕も思いました、それは昨日見て、ちょっと2023の方が盛り上がってた感じもしたし、パンチが強かったような気もしました。わかります。うん、やっぱそうですか。まあ好みやからね、それはほんまにキングオブコントで今回ワードにもなってたけど、去年の方がおおっていうネタが多かったっていうだけで、ただ今回も好きなネタというかコンビっていうのは自分の中であるよ。誰が好きでしたか。まあそうやな、俺はまあやっぱり日本の社長おもろかったし、の1本目1本目、まあ1本しかやってへんから。あ、そうか、うん、あとカカオ、カカオの野球のネタ、ね、うん、面白かったね、はい。あとだからファイアーサンダーの1本目好きだったな。ああ、例える刑事、うん、あれは斬新やったな、うん、リアルの中に、リアルな設定の中に、斬新な設定っていうのを彫り込んでる、典型的になんかもう拍手を送りたくなるようなコントやったし、そうね、あとロングコートダディの2本目、2本目おもろかったな、面白かった。あとやっぱりコットン、俺コットンのネタ好きやった。これ俺今回思ったのが、やっぱりコントやから、現場で見ている人たちっていうのはライブで見てるやん、お笑いライブで見てると一緒やんか、だからカメラ割りがないのね、で、お茶の間で見てるとカメラ割りがあって見てんのよね、だからそこで好みっていうのはまたもう差が生まれるよな、これ M1 との大きな違い、そう思いましたね。だから、テレビで見てて声出して笑ったコントと、点数っていうのは決して比例してない、って感じかな、点数っていうのはみんなの点数、そう、審査員の人の点数、うん、あ、審査員とのギャップはちょっとあったかもわからないよね、テレビ見てる人、それはやっぱりね、俺カメラ割りっていうのはでかいと思う。あ、なるほどなるほど、まあ別に俺別に毒も吐くつもりもないし、別に、持ち上げるわけもなく、だからっつって 気に入られるように全員面白いっていうわけでもなく、今回せなあかんなと思ってんねん、水曜トーク この話するんやったらね、もう自分の意見を言った方がいいと思う。まあ全体的に面白いのは面白い、もちろん決勝行ってるから、何よりもまあ一つ言えのキラキラしてたよな、みんなな、なんか羨ましいなと思うところから見ててんけど、なんかこの一本目がなんかそんなにこっちおもろないのに点数ええなみたいなあったよな。だからそういうギャップがあった、だから多分ロングコートダディの一本目っていうのは花束のやつ、はい、あれ完全に、いやいや面白いネタやねん、でもその現場で見てる感じと、お茶の間で、視聴者として見てる感じっていうのは俺ギャップ大きかったと思うね。でまたロングコートダディの今までの今の状況の人っていうのもあるやろうしね、なんか俺今回そのなんか人なんか人が出たような気はしたな、
なんかそういう意味で言うとファイヤーサンダー、うん、サンダーファイヤーファイヤーサンダーファイヤーサンダー、うん、ファイヤーサンダーなんてほんまにキャラなんて10あったら2、3ぐらいしか出せてないやん。そうそう、そこよ。でも設定でだから見事やね。もうあんだけ7、8ぐらいまで設定勝負で勝って、うん、多分あれこそ言い方がな、サンダーファイヤーが嫌な気持ちになるって言ったら嫌やけど、誰かが誰がやってもある程度受けるというか、うん、本がしっかりしてるからね。台本がおもろかったよな、うん、さあすごいと思うよ。だからあとあれもそうやわ、うん、ホテルの人だね。名前全然も覚えてない。見ながら見たいけどな、これ。シティホテル。シティホテル305。305。うん。ちゃうよ。シティホテル3号室や。あんたもや。偉そうに。シティホテル3号室。この方も、面白かったな、通販のネタで。生放送やって言うんで、ブチ切れて、これで売れるっていう。あれもだから、もちろん芝居うまいんですけど、うん、誰がやっても、ある程度、だって知らないもんに。うん。本がしっかりしてんね、あれも。人が知らないもん。うん。ね。初めて見た人でも、あんだけ笑い取れるっていうのは、なんか、うまいなーっていうね。それこそ、うん、もうカカオなんて、うん、野球のネタなんて、うん、若さゆえのネタやし、うん、今の俺らがやったらもう、どうねとかね。いや、おもろいちゃう。な。うん。面白いよな。うん、あれはすごいよ。練習量も感じるし、うん、本のなんか緻密さも感じるし、うん、うん、まあ僕はヤダンなんですけどね。ヤダン面白かったね。ヤダンが一番好きかな。うん、うん、ヤダンが一番良かった。ヤダンの2本目が見たかった、うん、見たかったな。2本目見たかったヤダンと、うん、コットンと、うん、日本の社長、うん、この3組が2本目見たくて、うん、ああやってさ、ロングコートダディのようにさ、2本目の、うん、ね、ネックレスかけるやつのネタみたいなのを眠らしたまま、うん、ね、それこそあるかもしれんやん、やだ、コットン、うん、日本の社長持ってたかもしれんけど、うん、それをこう、もし出せてたら優勝してたんちゃうかぐらいの、うん、セカンドステージやったね。そうやな。ちょっと俺そこがもったいなかったような気はした、うん、ラブレターズ優勝しましたけど、うん、いやそれは本当おめでとうございます。それはもう本当嬉しいし、やっぱりちょっと嬉しいような。なんか同じ時期にキングオブコントチャレンジしてたメンツやから、わーってなるよね。それは一緒に戦ってた、うん、コンビですから、うん、まあ、もちろんおめでとうっていう思いやし、面白いし、やっぱどんぐりのネタなんて、うん、やっぱりあ、どんぐりばらまくん真由美と和夫が片付けねんなとか想像したらできへんもんな。まあまあライブ単独でね、単独でそれはまあ47都道府県さ、うん、あれってやっぱり何回もかけてると思うね、うん、どんぐりをこうバラバラバラって落とすタイミング、うん、量を、あれ単独ライブの時どうしたんやろうと思うよな。壁にバッサン行く、うん、何本目ネタやねん。もうそれ考えた時点で俺らは多分なそれ排除してんね、うん、分かる、うん、マクマ長すぎるようになるからな。そう、うん、もうそやし、もうあ、めんどくさい、じゃあ違うネタでもおる考えなんて、うん、あとあれな、日本の社長のバットな、うん、どこで俺、発注したんやろって思うわ。あれ。あれも、うん、結構お金かかるで。かかるで、あれは、うん。決勝行くまでに、多分ネタ10回かけるやん、多分、うん。もっとかけてるかもしれないし。うん、それでと毎回、その、じゃあ、水のやつもね、ね、水飲むやつ、ベンチもそうでしょ、うん、あ、このタイミングでバッシャン壊す、言ったら、なかなかお金かかるから、ああ河合さん嫌がるなと思って俺らやらんやろ。どんどんこっち側の名前出していくね。いやでもそういうことやろ、ほんまに。なんか松竹おった時も俺頼まれへんかったわ、あんだけの、うん、しかもその何回もかけなあかんという、あのプラスチック、まあ、なんちゃスポンジやからさ、発泡しろか、発泡しろやからさ、うん、
とかとかね、なんかあれでもネタ合わせん時も何回もできへんからな、本番一発しかできへんからな。そうなんですよ、うん、とか考えたりとか、あとなんか手、まあ1本目かな、1本目のファイヤーサンダーの、うんうん、君は例えすぎたんだみたいな展開とかも、うんラブレターズのどんぐりもそうやけど、うん、ちょっと壮大になってきてるよね。うん、5分の中に壮大、うんうん、ちょっと映画の要素入ってきてるというか、うん、5分の中に一テーマの展開だけでわーっと言ってない感じがする。大きく照明変えて音楽流れてとか、ちょっと映画のような、うんうん、感じたな、俺今回からの。いや展開やろ、俺ファイヤーサンダーのネタなんていうのは入り口ドカーンってきて、そういう設定ねでドカーンってきて、あの手のネタって展開めっちゃ難しいやん、うん、あれ以上いかなあかんわけやん、うん、あれを言うたらドラマティックに展開させるあの凄さね、うん、うん、それがまあその映画みたいって言いたいわけやろとか、うん、もうなんか全体的になんかちょっとこうスケール的に、うん、あーなんかここで終わっててええのに、うん、っていうのが、うんうん、もう一展開あったりとか、うん、なんか時代なのかな。いやでもじゃあ俺たちが TKO がってなった時に、そこ求められるのかって言ったらまた違うかもしれんしな。うん、うん、全組がそういう感じではなかったから、うん、うんうん、もう結局本やと思うねんけどな。まあでも、うん、達者ですよ皆さんね、うまいわ。いやマジで、でも、あの大会で優勝を目指すならばもちろん審査員の傾向っていうのを分析しとかなあかんやんか。ほう、そやろ。今回の特徴っていうのはほんまに僅差1点でこう順位が決まっていくっていう感じやって、うん、で飯塚君に関してはちょっと幅広めに点数つけてたけど、うん、基本的にはもう90点台真ん中ら辺でこうみんなこう点数を試行錯誤してて、うんうん、これちょっとだんだんとそういう傾向になってきたよな、うんうん、で、結構飯塚くんの、あの振り幅っていうところっていうところっていうのも作成としては考えていかなあかんねんのな、うん、あれを競技として考えるならば、うんうん、で飯塚君っていうのはやっぱり、まあというか全体的やな、審査員全体的に2人が直接絡んでるっていうことをやっぱり大事にするな。うん、ロングコート大事の2本目ですよね、2本目とかね、うん、だからそういうところっていうの、あと物壊すっていうパターン、叩くっていうパターンはどうやろうとかっていうのも好みっていうのも強く反映されてきて、それでいいと思うねんけど、うん、だから絡みっていうところは絶対俺ら必要なんやろなと思いながら見てた。うん、なるほどね、うん、いやまあだからそうね、やっぱりこう TKO の流れあるしな、うん、いわゆるだから2025年こういう風にした方が行きやすいから C 王者多分追いつかんしな。そう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 、結局いつも言うてんのが結局自分の歩んできた道にヒントはあるっていうことやから、うん、今までやってきたことのパワーアップバージョンでいいんやろな、うん、結局そうそうそう、俺はそう思いました。だからそれでも無理やったら無理やろうし、なんか俺らが急にカカオみたいな、うん、あんな激しいネタやって逆にちょっとおっさんでおもろいんやろうけど、でもなんかそういうことじゃなくて、うん、ちゃんと自分らのキャラでやってきたから、うん、ね、顔出さないっていうのが今回多かったね。多かったね。今回隣人もそうやし、うん、隣人なんて俺でもかっこええな思ったわ。去年のチンパンジーのやつをもう一回今年やるっていうね。あれ2本目やったんちゃうかなと思わなかった。だ去年の、うん、去年多分1本しかできてないでしょ、うん、それの2本目に用意してたやつちゃうのかなとか思いましたけどね、うんうん、やっときゃよかったっていうのはあるんやろな、うんうん、おもろかった。いや分からん、それは知らんけど面白かった、めちゃくちゃ。なんか立ち上がってね、やっぱこう喋り出すっていうのもありましたけども、うん、なんか全体的に、うん、だからほんまに思うのが M1 と大きく違うのが、
お茶の間の温度と現場のライブ感っていうのがこのギャップっていうところで、だからでも優勝するためにはライブ感っていうところで、勝たなあかんからライブを何回重ねるかが勝負になってくるかなと思ったね。あとでも M1 ともう一個違うのが、爆笑を取ればいいっていうところでもないっていうところがすごくない？というのは、いやいや、そのままで、爆笑の数が多いところが優勝したわけではないや。何が勝因やったと思う？で、構成であったりとか、審査員がうなるとこやったりとか、なんかそういうところっていうのは点数にパーンって反映されてるから、で爆笑で言ったらコットンのあのネタかって爆笑すごかったし、な、日本の社長かって爆笑えげつなかったやん、カカオかって、でも残らんかったやん、爆笑の数の上位3組っていうことでもないっていう、俺びっくりしたもん、あのコットンのネタの後の点数見た時に。見てた見てました。めちゃくちゃ笑ったやん笑いました、ね、テレビで見てて、俺なんやったらあのキョン君のあの抜きもっと欲しかったなって思いながらも、それテレビ的な考えやもんな。でも現場はライブやから、そんだけって思ったもん。思わんかったコットンの時。まあそうやな、そう、それをたくさんの人がそう思ってるやろうけど、まあね、カメラマンやスイッチャーの、まあ、あと要はコメントあったんがあの審査員の抜き多いとかね、だからそういうの別にいらないんじゃないかとかね、ありましたけど、それで釣られるとこも我々あるけどね、審査員が笑ってるしこっち、あ、おもろいのやなって思ったりとか、現場盛り上がってんねんなとかね、あるけど、まあなあ、現場で見る方が自分で自由に見れますから、まあ、だから今回のキングオブコントを見て、またチャレンジャーとして頑張ろう言ってる、自分からしたら、今回のキングオブコントで、こうやるべきだっていう答えはそこにはなかったよね、結局、自分たちが面白いと思ってることを貫かんと、それぐらいいろんなパターンがあったっていうね。ああ、結局そこ行ったってことね、ね、まあね、確かになんかこう、そうやんな、声出して笑う、そうね、ネタが大事よね、我々も。あの、いや、俺はね、もうぶっちゃけオイラのネタでも全然勝負できると思いながら見てましたよ、もう俺はその、自分たちが大ファンじゃないとあかんと思ってるんで、あの、うわ、ここで俺ら勝負してたら絶対決勝行ったのにな、決勝っていうかファイナルステージ行ったのになと思いながら見てましたよ、気持ちはね、僕は、ただ全然負けてない、いや、負けてないと思うよ、俺らのあのネタも負けてないと思うねんけど、やっぱり手数っていうのが、手数をこう数えてたんよ、俺らのネタとね、面白いと思ってんねん、その手数の分はね、その数字で言うと、手数で言うとやっぱりもっと多いねんなと思った、回数ね、そういうところっていうのは、あ、やっぱり競技コントで言うと、数をもっと増やさなかったなっていうね。まあね、まあそれはその設定にもよるやろうし、その空気感にもよるやろうし、まあもちろん順番もあるやろうから、一概にやけど、まあちょっと参考にする部分はもちろんあるけども、やっぱり、もう一度作るにおいては、やっぱりキングオブコントの波やったり空気にはなるほうがいいんやろうな、まあこのまんま俺らがおもろいと思う、そういうことです、それが答えですね、思いましたけどね、はい、いやー、やっぱり熱い戦いですよ、来年頑張らんとね、そう、ファイヤーサンダーすごいな、ほんまにすごい、知らん、ごめんなさい、我らが勉強不足で知らないお二人があんだけ面白いって設定やな、去年もおもろかったやん、ファイヤーサンダーおもろかった、で、まだそれでもこの1年の間に人は俺ら視聴者としては知らんかったから、それでもあん時笑えるってすごい、俺だからそこが一番衝撃かもかな、一番、まあもちろんラブレターズ面白いし好きやしおめでとうやけど、何よりもあのに、まあ、ロングコートダディもおもろしてたからさ、漫才もおもろし、でもキャラももうある程度知ってるからっていうところやろ、ロングコートダディで言うと、ただヤダンとファイヤーサンダー、
と、あと、うん、シティホテル3号室、うん、この人たちは、うん、やっぱり知らないけど面白って思ったもんな、これやな、うん、すごいな、あと芝居もな、やだ、うまいしな、うま、ん、い、無駄がないし、しび、うん、れたわな、もうクソ、ほんま、またつ出たかった、受けたわ、出たかったな、ということで、来年またちょっと頑張るぞっていう、大刺激になります。さあ、キングオブコント2024という、もうやめたいわこの仕事、逆にもう何も忘れんと、もうすげえな、ホームレスとしてみたいわ、楽やで、何も考えんと、ホームレスまで並んでいいかな、そんなもんね、ホームレスや、こんな仕事やめたら俺、何やらんねん、俺何やらんねん、他何もできへんな、おもろいことしか考えられへんねん、俺めっちゃ生きってるやん、めっちゃ生きって終わってるやん、なんか作家書いてくれへんかな、ハヤさんだって言うけど、かっこ悪い、最後生きてんのかかっこ悪いのかわからん、より芝居のっけてやるんで、もしよかったらいいネタだったら、コメント欄ください。A 設定やったら。ファイヤーサンダー、本書いてほしいらしいです。背景、ファイヤーサンダー様。しびれました、今回。本当に。あなたたちのネタに。素晴らしかった。すごいわ。いやもう、いや、というか、カカオ5年目やからね、カカオ。ね。ほんで、ちゃんと返しもうまかったしね。それまで青で一緒やったな。そう、浦田スタッフ。うん、彼の返しも浜田さんへのちゃんとしてくださいはやっぱり素晴らしいよね、化けるね、はい、で2回目も同じフレーズで言うたから、うん、あれは天丼ってことも知って、まあ、素晴らしいなっていう、まあ、もちろん今の20代天才いますから、はい、音楽で言うバウンディでしょ、音楽で言うたら20代の天才バウンディでしょ、お笑い界で言うたらそれこそカカオですよ、バウンガダウキューマンとかってことだろ、うん、ね、すごい時代になって聞いてますから、ね、情報量の多いおっさんらも頑張ります、そう、我々はだから武器は芝居、うん、根性と、もうおっさん、うん、で、俺らの不祥事、俺しかないんですよ、一番ずるいやつ、まあただ泥臭くやるしかないからね、これは味というふうに言葉変えて頑張りたいと思いますので、はい、また見てください、はい、ということで、今回キングオブコント勉強になりました、お疲れ様、ほんまにくそー、バイ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 、くそー、もう一回見よう、どうもありがとう、終わった、待ってたよ、ずっと待ってたんだから、はい、この度はご愁傷様です、待って、そっか、何やその顔、クラウドファンディング始めました、始めました、47都道府県コントツアー、はい、回る TKO の活動資金をぜひご支援ください、はい、お願いします、詳しくは概要欄で、頑張れ、お願いします、お願いします、美味しい話なんてこの世にはない、角川さんから出版しております、この本はあんなことがありこんなことになってしまい今必死にもがきながらも絶対這い上がってやろうと前を向いて頑張っている私 TKO そして TKO 木本武宏のことを思いの丈を全部書き込んだ本です、アドバイスをしようとしている本ではありません、一緒に頑張りませんかっていう本です、ぜひ皆さん読んでください。